こんにちは、サロンワーク動画です。今回のお客様はとってもシンプルで、でも人気で流行りのデコボコネイルをオーダーいただきました。まずはジェルのオフからしていきます。前回のネイルもとっても可愛いデザインだったんですけれども、こちらの人差し指についているデザインなんですけれども、カーペットのデザインらしくって、ちょうどね、お客様がこの前回のネイルをされた時に、こういう柄のカーペットを買おうか悩んでたんです。いや、カーペット、セーターだったかな、なんかね、セーターかカーペットだったんですけれども、そう、こういう柄のやつを買おうか悩んで、買わなかったのでネイルにしたいですとオーダーをいただいたデザインでした。こちらのネイルをまずはある程度表面を削ったら、いつも通りジェルのオフ溶液で溶かしていきます。オフ溶液につけてから少し時間が経たないと溶けてこないので、一度巻いたらすぐにアルミを外していくのではなく、もう片手も表面を削ってオフ溶液を浸してアルミで巻いてというところまでを進めてから最初の手に戻ってきます。爪の先端の方は爪の下に指がないので温度が低いです。で、温度が低いとジェルネイルは溶けるのが遅くなるので、先端の方結構溶けてない部分があったりとか、あとトップジェルが残っていると、とってもオフが遅くなってきてしまうので、トップジェル残っている場合なども少し表面を削って溶けやすい状態にしてから、もう一度オフ溶液で溶かしていきます。オフが終わった指は先端も整えていきます。先端の長さはいつもギリギリのお客様なので、地爪に沿ってギリギリに短く削っていきます。マシンのビットをグリーンポイントというビットに変えて甘皮を押し上げていきます。甘皮を押し上げるときは必ず、私は右利きなので右のサイドから入ってコーナー甘皮、左側のコーナーサイドというように、流れるようにポケットの深さがつながるように押し上げていきます。ポケットというのは甘皮の下の部分にできる空洞のことをポケットと呼んでいます。このポケットが一定に作られていないと、結構意外と甘皮周りに塗るのが難しかったりとか、甘皮がガサガサしていることによって、ケアをしたのに余計ささくれができやすいという状況にもなってしまうので、しっかりきれいに押し上げて余分な部分の甘皮や角質を取り除いていきます。キューティクルニッパーに持ち替えてキューティクルクリーンを行っていきます。この時結構ね、指周り硬くなってしまうお客様は指周りも一緒に角質を少し取り除いています。ちょっとね、今回は甘皮の上がりが結構気になってしまったので、もう一回グリーンポイントを押し当てて、しっかりと押し上げていきます。スポンジバッファーを使って爪の表面をスムーズにしていきます。この時ファイルをかけすぎてしまうと爪が薄くなってしまって、ジェルネイルが浮きやすい爪になってしまうので気をつけてくださいね。しっかりとダストオフをしてからプレプライマーを塗ります。プレプライマーは爪の表面の水分や油分を整えて、ベースジェルの持ちを良くしてくれる液体なので、塗った後少しだけ待ってしっかり乾燥してからベースジェルを塗っていきます。ベースジェルはいつも、基本的には一度塗りなことが多いんですけれども、例えば普段取れないお客様が前回取れてしまったっていう時や、あとはちょっと今回乾燥が激しくて浮きやすそうだなっていうような予感がちょっと自分の中であった時には、ベースジェルを2度塗りしています。1回で厚く塗ってしまうと硬化不良が起きてしまったりとか、
あんまり持ちが変わるわけではないんですけれども、いつもの厚みを2度塗りしてもらうと持ちが良くなるお客様がとっても多いので、ちょっと今回心配だなっていう時はベースジェルを2度塗りしています。カラーはいくつかのこのグレーとネイビー系をお客様と一緒に目の前で混ぜて色味を決めてから塗っていきます。ワンカラーネイルが好きなお客様は結構色味にこだわりがあるお客様もとっても多いので、事前に色を作っておくというよりは、もし事前にお色を聞いていた時もいくつかこのあたりかなというカラージェルの候補をパレットの横に出しておいて、お客様の目の前で一緒に混ぜながら、もうちょっとこっちですか、もうちょっとグレーですかとか、ネイビーですかとか、色味どうですかとか聞きながら色を混ぜていって、一度塗り目まず終わった時点でもお色味どうですかって聞いて、もし要望があれば二度塗り目をするときにもう一度混ぜています。一度塗り目終わったら二度塗り目もしていきます。この時も必ずしっかり LED ランプで30秒効果をしていきます。今回のデコボコネイルは細いデコボコのラインを結構くっきりめに出すデザインのオーダーだったので、先にトップジェルを塗ります。デコボコを作ってからトップジェルを塗るデザインの時ももちろんあるんですけれども、デコボコをくっきり出したい時や、今回のオーダーいただいたデコボコのラインが結構細めでくっきりという感じだったんですね。なのでそういう時は上からしっかりとトップジェルを塗ってしまうとデコボコ感が隠れてしまったり、ちょっと分かりづらくなってしまうので、先にベースにトップジェルを塗ってからデコボコを作っていきます。このブルーのお色もお客さんと相談して色味を決めてからデコボコネイルを作っていきます。デコボコのイメージをお客さんからお伺いして、指によってバラバラのデコボコのデザインを描いていきます。先端にちょっとフレンチライン風にあったり、真ん中にうねっとあったり、真ん中にクイッとあったり、結構ね、いろんな模様だったんですけれども、お客様がオーダーしてくれたラインを描いていきます。ちなみにもう片手はベースの色は一緒で、このデコボコのラインのところがネオンイエローをちょっとくすませたようなお色で、そちらもお客様と一緒に色を混ぜていって色味を決めて描いていきました。細めのデコボコのラインを結構高さを出すときは一度塗りだとちょっと難しいので、二度塗りをしていきます。一度目のこのラインをしっかりLED ランプで30秒完全硬化をさせてから二度塗り目をして高さを出していきます。仮硬化をしてしまうと中が生焼けになってしまったりして、デコボコのとこだけ潰れてしまったり取れてしまうということがある可能性があるので、しっかりと固めてから二度塗り目をしていきます。もうこのデコボコのラインを描く前にカラージェルの上のところにしっかりとトップジェルを塗っているので、仕上げはノンワイプトップで最後仕上げていきます。お客様がね、ずっとマットコートとどうしようかなって悩んでいて、一回じゃあツヤにしてみてちょっと見てみて決めましょうというお話をしたんですけれども、ツヤでという結果になったので、こちらで完成になります。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。また見てね。